ミッカープロダクション。ついにあの伝説の みんな待たせたな。いや、ノリ軽っ。改めまして、こんにちは、どうも。私、ミッカープロダクションこと、ミッカーでございます。ありがとうございます。いやー、皆さん、本当にお久しぶりの動画なんですよ。これもうね、あれですよ。すごいことですよ。前回の放送からの、もう、半年近く、経ってしまいました。本当に話したいことはいろいろあります。まずは挨拶をさせてください。本当に、久しぶりのこのカメラに、本当にね、久しぶりに映られて、もう言葉もちょっと思い浮かばない感じで、この寝癖も治らないんですよ。ここがちょっとやばいんですけど、ちょっと本当に久しぶりで、ちょっとこのカメラの距離感もね、どこにいていいかわかんない。こんぐらいかな。ちょっと今までこう喋ってたんだけど、近い方がいいのかな。でも遠い方がいいのかな。こんぐらいでいいかな。はい、ということで本当に久しぶりなんですけど、いやまあね、本当に話したいことはたくさんあります。ではまず順々に、話していきたいと思います。はい、でなんでまず休んでたかというと、言いたくないです。はい、すみません、言いたくないです。これはね、もうちょっとやっぱり、出さないも出すも自分次第で、まあ出さない方が悪いんですけど、本当にね、これはちょっと、いろいろ、あれだったってことで、よろしく。はい、でね、新たにね、これからね、まあ、そのね、ちょいちょいと、出していきたいと思います、本当に。なんでかっていうと、やっぱり、最近もまた YouTube 見出して、あんまり見てなかったんだよね、本当に。直接っていうか、もう直に言うと、本当にもう YouTube あんまり見てなかったんだけど、最近またいろんな、YouTube とかを見出して、でそういう動画をいっぱい出してる専門的な人のやつとかを見て、本当にやっぱり、ああ面白そうだなって思ったし、あ懐かしいとか、自分のやつも見て、あこれクソつまんねえなみたいな、自分の動画を振り返って、でそういう風に思って、まあ、やりたいなと思って、で、まあ、この動画今撮ってるんですけれども、で、あともう一つね、ちょっと皆さんにね、言っておきたいことがあるんですが、まずはちょっとカメラを、ね。はい、で、こちらなんですけど、ちょっと見にくいかな。ちょっと暗くて見にくいと思うんですけど、こちら、iMac ですね。はい、で、こんな感じで iMac を、買いました。これ買ったのはですね、今年の4月かな、多分。ああ、多分4月だ。本当に動画やめたっていうか、出せなくなって、1ヶ月ぐらいかな。多分そんなぐらいに買ったんですけど、まあ、一つ、出せないことを挙げるとするならば、あれですね、動画編集、前は Windows の、ムービーメーカーっていうやつを使ってたんですけど、それが、こっちに変えて、なんか動画のあれもいいってことで、なんかあと、まあ基本的に Apple 製品なんか一つ欲しいなって思って、で iPhone とかでもよかったんですけど、まあ携帯はその時もうすでにその新しいの買い替えたばっかで、スマートフォン Android のやつを変えたばっかで、それはねあれだったんで、まあ iMac を買いたいなと思って iMac を買いました。でまあその動画の編集のあれなんですけど、これ開けてみてやっぱり、その普通に Windows のパソコンとは違って iMac
ックっていうか、そういうマックはマックなりのそういうパソコンの操作方法とかもあって、こういう例えばマウスでこの真ん中のゴロゴロっていう、あの上下にこうやってスワイプっていうの、わかんない、まあ、言葉間違ってるからわかんないけど、こういう上下に動かすあれとかもなくて、で、あとまあいろいろ機能とかも違って、で、そりゃまあその機能も違うっていうなら動画の編集の仕方とかも、違うんですよ。そういう動画編集のソフトはもともと入ってたんですけど、それ iMovie っていう、で、まあそれも使い方もあんまちょっと全然わかんなくて、最初で聞く人も近くにいないし、うん、そのね、直接そのアップルの人に聞く人がいるんだけど、まあアップルサポートっていうのを使えば聞けるんだけど、もうそういうのもちょっと恥ずかしいじゃん。うん、やっぱりそういうのはちょっと、うん、だからまあ本当に機械的なことのわからないとこだけ、そういうアップルサポートとかに聞いて、まあそういう動画とか編集はまあ自分でやろうと思って、まあ覚えてたのっていうのもあります、正直言うと。その、うん、出せなかったとかのは、うん、まあ本当にいろいろ言い訳しちゃうとこうやっていっぱい出てくるんですけど、マジで最終的にやっぱり自分が出してないだけで、そんな時間見つけてちゃんとやれば、出せてたんですけど、まあいろいろね、なかなかしちゃっても仕方ないんで、まあこれから本当に自分のできる限りのペースと、まあ、別にそんなせかせか出したって あれなんで、まあ、本当に自分の日記を、ま、日記を一回書かなくなったけど、もう一回日記を書いてみようっていう、それが紙とかペンじゃなくてこの動く動画になったっていうことなんで、まあ自分のやりたいことやって、自分の好きなっていうか自分のペースで、ちゃんとやっていく、でみんなと楽しく共有できたらなと思ってます。はい、でやることなんですけど、まあいろいろ考えてね、いろいろ商品とか、ゲームやりたいなと思った。うん、ゲーム、そうゲームをねやろうと思ったので、最近俺がハマってるゲームがねちょっとあるんで、ちょっとお見せします。はい、こちらですね、 Call of Duty Black Ops 2ということでね、ゲームの分類になるんですけれども、まあ、こちらはシューティングゲームで、そうですね、シューティングゲームで、オンラインでやるやつですね。大概はストーリーもあるんですけど、まあ、大概の人はオンラインで普通やりますね。はい、ということでこのオンラインのシューティングゲームなんですけど、なんでこれなんだっていうと、まあね、本当にいろんなゲーム、もう僕もちょいちょいやってますけども、まあ、最近はシューティングゲームが好きにな、最近っていうかこの年代になるとシューティングゲームが好きっていうのもあって、うん、でシューティングゲームいろいろ探してて、で友達から紹介されてこれを買ったんですけれども、いやー面白かった。俺初めてこの FPS っていう、その銃のね、いわゆるそういう FPS って呼ばれるものをやったんですけども、本当にねリアルで、最初はもう音とかもびっくりして、めっちゃ大きい音でやった、ドーンって、そうそう、うってはうっとはならなかったけど、ならなかったけど、でもそのドドドとかリアルとか、そのええっていうか世界の感じが本当にリアルで、うん、動きもやっぱりそういう俊敏さとか戦略とかそういうのもいろいろ要求されるゲームで、本当に面白いなと思ったのと、あとまあそういう、なんだろうな、 YouTube とかに結構載ってるんで、僕でも最初はやりやすいのかなと思って、まあでもゲームそりゃむずいゲームですから、僕なんてもうパパパパパーンみたいな、バーンって突撃してドーンって、頭打った、でまあそうなっちゃうんですけども、まあ本当に日を追うごとにねやってって上手くなっていけたらなとは思ってます。こちらね、まあ本当にこの動画も含めてね、本当にこの YouTube に載せようと思って、でこの日だけじゃなくて、本当はこのを撮ってる1ヶ月前とかにも本当はもうやってて、でまあちょっとこの今撮ってる前にテストがあって、でそのテスト習慣はまあちょっとできないかったけど、そのテストの習慣の前の日とか前の週とかにからもうこういうことを考えてて、もう一回撮ろうって、うん、でそのテスト習慣の前の週とかに、まあ本当に始めてて作業とかを、でまあそのなんていうの、そういうゲームをこのゲームのやつもやったんですよ一応。だからちょっとあべこべっていうか前後逆になってて、これを紹介してこれをやるんじゃなくて、まあ一応これもちょっとやってて、でまあこのこともやってるんで、ちょっと逆になってはいるんですけども、一応撮ったりもしてて、まあこれ以外にも撮ってて、
だからその年代とか年代っていうかその時のこと、なんて言ったいんだな。あ、わかった。だからその1ヶ月前とかにともうこれ撮ろうって考えてて、で1ヶ月前に撮ったやつと今撮ったやつとこのね、あと前後で逆に出してるから、出してると思うから、多分その時間のね、やっぱりあれがあるわけですよ、ラグ的なのが。こういうことがありましたっていうことを1ヶ月後に出すわけだから、ね、お前何時代遅れなこと言うとんねん、なあねんねんねんなあ的なことも、あると思います。はい、なんで、まあ、そういうとこはちょっと、見といておいてください。はい、ちょっと時代遅れなことをね抜かしてると思います。時代遅れといっても1ヶ月前のことなんでね、まあ、いいんですけど、はい、でまあそういうところ、まあ注意を最初に言っときたかったです。はい、はい、というわけでこれから本当に自分のペースでどんどん作っていきたいと思いますので、皆さんよかったらぜひね、少しでも5分ぐらいね時間がありましたら、ぜひね私のカブロの動画をね見ていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 あ、そうだ、言い忘れてたことがあった、でこれからまあやっていくんですけど、次の動画からですね、私が、作りました新オープニング、そして新エンディングが、できましたので、そちらの方を最初と最後の方にね、載せたいと思いますので、ぜひね皆さん新しいもう新規一点で、本当にミカプロダクション新規一点で、やっていきたいと思いますので、ぜひ次の動画ではね、その新しいオープニングと新しいエンディングに注目していただきたいと思います。プレッシャー自分でかけちゃった。はっ、ミカプロダクション。